どうもお疲れ様です。吉田さん。今日はね、n オ f p が来てくれたんですけども、イリュージョンでお会いしましたよね。で、あの時は東京で、さとこさんも一緒にいたと思います。時が経つのは早いもんです。でそれから明日はね、あの、YIBCYBIC の安春が来るんですよね。やこうやってね、隠居暮らししてても、未だに弟子がこうやってね、訪ねてくれる。嬉しいなと思いますね。 吉田さんもいろんな方がね、いらっしゃると思いますけども、そう考えたら、場所は関係ないかなと。もちろん、私は広島市内、吉田さんは東京都内にいた方が、まあ、来る人の頻度って高くなったと思いますけども、逆にいっぱい来られてもね、うん。あの、僻地でもわざわざやってくるぐらいの、お互いに会いたい人なら受け入れたいですよね。うん。まあ、そういう風なね、あの、まさに自分の思う通りの人生がそこに待っていたと。 インターネットのおかげで、ありがとうって感じでしょうかね。じゃあそろそろ、山本くん帰ってくるんで、行ってきます。